どうも、まどかです。今日は縛りなしの自由な釣りをしていきたいと思います。今日はクリークに来たんですけど、なぜクリークに来たかというと、最近動画でもよく言ってるんですけど、シロカキがすごくて、プライベートでも動画の撮影でも結構惨敗に終わってるんですよ。でもう悔しくて悔しくて夜しか眠れない日々が続いているので、今日はそのシロカキ真っ只中クリークをどう攻略していくかという、もうここでね、負けず嫌いを出していくスタイル。じゃあ早速やっていきます。レッツゴー。うわー、すごこの筋結構釣ってたんですけど、この何週間かで何があったってぐらいになってますね。ひー、ちょっと上流に行ってみますかね。今日はもうどんだけ寝散れるかにかかってると思うので、もうフィネスとねスピーニングの2本で今日は行きます。今日はもうねっちりねちねちよ。でもあれかな、やっぱりストラクチャーにぴったりついとうみたいな感じかな。まあスピニングのニャンニャンでネチネチ誘って、フィネスの瞬的でリアクションバイトを狙います。でも天気もめちゃめちゃいいし、階段ってよりは水門をパッパッパッと打っていった方が早いよね。でもやっぱ白かきしてるからですかね、最近バサーさんにもあんまり合わないですね。こん中に白かきしてるからって迷惑だって思ってるやついる？こん中に白かきで魚が釣れないからってひよってるやついる？いねえよな。バスするぞはずいはずい。結構いろんな筋の水門を打っていったんですけど、何の反応もなかったです。どこもちょっと夕方になって風もあって涼しくなって釣れそうやけどな。ここ白かきあんま入ってなくない？入っとる？でもね、入ってなさそうに見えて入っとったりするんやな。ネタがなくなったので普通に謎々出します。それでは行きます。ひっくり返ると軽くなる動物ってなんだ？正解はエンディングで。それでは本編戻ります。なんか意外と水面でこうパシャパシャ鳴ってたので、意外とバズとか、ちょっと今あの足に刺さった伝説のレベルミノーも巻いてみたんですけど、やっぱなんもないですね。ということで今日は終わります。じゃあ別日ドン。はい、縛りなし長考の続きをやっていきます。ベロディーからやっていきます。まあ今日前回の続きなんですけど、結構前回から時間経ってるんですよね。1週間ぐらいかな、1週間ぐらい経っとって、前回の時はまあ縛りなしであのクリークの白カキをどう攻略するかみたいな感じで始めたと思うんですけど、もう1週間経って白カキも終わり終わっ
ってはないと思うけど、もう終わりかけやね。もうほとんど終わりかけ。まあよかろう、好きなように。今日はクリークで釣るぜ。来た来た来た、バス来た、バス来た来た。うわ今日開始何分だ、5分。バレたバレた、ドラグがゆるゆるやった。そらバレるわ、そらバレます。もうちゃんと締めて、え、結構いいサイズやったよ。やっちまったぜ。久々にバラした。まあたまにはあるよね、バラシもあるよね。でもね、フッキング綺麗じゃなかった今。なんかちょっと意識した。やべ、ライジャケつけるの忘れました。取ってきます。今日ずっと曇りの予定やったけんね、ちょっとつけとったんやけど、めちゃめちゃ晴れてきたね。さっきバラしたとこ30分ぐらい時間空いとうけん、もう一回やって行ってみようかな。ありよね。お、なんか当たったくない今。気のせいか。気のせいやったわ。え、でも30分ぐらいでバスって帰ってくるっていうか、その、いや、まあ状況が良かったら違うバス来るか、普通に。もう一回さっきバラしたとこ行ってみる。よーし、もう一回ブレディ投げてくぞい。やっぱ30分置いただけじゃバスは戻ってこんかな。来た来た、マジ来た、来たよ、ほら。あー、ちょっと落ち見じゃん。サイズはね、落ちるしたいんだけど、釣れと同じとこ。イエーイ、おったー、同じとこに。でもさっきのでかいの本当はね、釣りたかった。イエーイかわいい。たこの私のこれが15センチぐらいかな。あの階段で2回もバイトありましたね。バスが着く階段なんかな。でもこうやってね見たら、まちょっとカメラ越しやけんわからんかもしれんけど、左側の方がめっちゃなんか汚い水が流れとんよ。なんか茶色い汚い水がこっち側に流れとうけど、右側は綺麗なんよね、水質的に上から見た感じやけど。でもなんであの階段についとっちゃろうね、汚い方にね。もう一個水質がなんかこう綺麗な側の方に階段があるけん、そこをやっていきます。ベローズ半分になったけん、チャター打つ。待って、おる、待って、見えバスおるよ、見えバスおる。え、めっちゃ目の前、待って、いやー、待って、無理やん、それは無理じゃね。いや、それは無理よ、だってチャターだもの今チャターしかつけてないもの。無理。いや、意外とチャターで食ってくる説ないか。今日階段デーやん、今日階段デー。
また曇り出してきたけんチャターでも来そうやけどな。巻きで全然来そう。皆さんコロナが終わったら一番に何したいですか？私最近もなんかそればっかりしか考えてないもん。でもね、やっぱね、やっぱあれよ、メイドカフェ。メイドカフェに行きたい。もうメイドカフェ好きなのよ。メイドカフェ好きなの。可愛い女の子と萌え萌えキュンしたい。もう早くでかいのバラして可愛い子ちゃんつって終わろうかな今日は。はい、じゃあ今日はもともとはもう縛りもなくクリーク白柿をどう攻略するかっていうテーマで始めたんですけど、まあ、結局ちょっと時間がなくて来れなくて、もう白柿もほぼ終わってる感じで普通に釣りしました。まあ、白柿も終わってそろそろバスも釣れ出していい時期になってくるのではないかなという感じです。ということで今日の動画を見てくださってありがとうございました。また次回も見てください。バイバイ。